はいどうも、ふめだよです。新ツム速報ということで、ウィッシュから登場ということで、映画開催前に来ましたね。まさかの、ここ最近はですね、まあ 1,2 ヶ月、遅れてくることが多かったんですけど、今回はまあ100周年作品ということもあって、まあ気合い入れてたのかなというところ。あとね、あの更新データがね 88KB だったんで、まあボイス付き曲付きの濃厚かなと思ってたんですけど、はい、ボイス付きです。ということで、このキャラクターがアーシャっていうキャラクターみたいです。で、スキルを使うたび3種類の効果が順に出るよということで、ランダムじゃないです、順番に出るんで、結構強そうじゃない。はい、ということで、まあ一人見てみましょうか。まずは最初にスキル出てくるのが大ツムですね。大ツム生成4つですね、多分スキル前4つで、次がボーピープスキルかな。41消去でコイン補正なしかプラスっすね、多分あのジャラジャラ感で。最後は中央消去で、中央消去のあの36も多分プラス入ってるんじゃないかぐらい、なんかジャラジャラしてたと思うんですけど、まあ詳細はですね分かんないっす。はい、っていう感じですね。さあもう一度見てみましょうか。でもランダムじゃないから使いやすいですね。こういうスキルって大体ランダムだったんですけど、これは毎ツム以外のツムが4つ大ツムになるっていうんだったらちょっとやばいですね。毎ツムが大きくなってほしいんだけどね。でこれが、これもね、どっかの1種類のツムがっていう形だと思うんですよ。多分一番多いツムなのか、一番多いツムか、毎ツムを除いて一番多いツムなのか、まあ多分そういう、まあ、法則があると思うんですけど、はい、これがボーピープと同じスキル、多分高得点も多分ついてるとは思うんですけど、このジャラジャラ感、まあ、マイナスは多分入ってないと思うんですよね。プラスがワンチャン入ってるかなと。でこれが一括36なんだけど、これもね、はい、そんな感じですね。でまあちょっとね、スキル発動数とかその辺はね分かんないです。補正値もね、まあ詳細は分からないんで、ちょっとスキル発動数はワンチャンちょっと見えるかなと思うんで、ここで見てみますか。あーでも結構反映されてる、多分等倍で反映されてるっぽいんで、このツムの数数えれば、12消去して、残り4分の1もないっす。なんで発動数多分ね、15かな。はい。なんでまあスキルも軽めでっていう感じで、まあ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 結構強そうだなっていうツムではあるかなと思います。はい、まあこの辺の詳細はですね、多分19時に最速ブレイ動画が上がると思うんで、そこが、解禁されたらまた、補正値発動数、確認していきたいなと思います。ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。